今回は流浪に献身明治剣客ローマンタン第20話に対するリアルタイムでの視聴者の反応を紹介していきます。吉野家とコラボすることになった天末ガキに始まった。サイン入り牛丼無料券がゼロ幕って何なんだろう。偽抜刀斎とかした雷獣太先生とか出てくるん。その後は幕末に糸過去語り形式か。総集編っぽい始まり方。今週は総集編でござるか。今までのはプロローグだった。皆さん、カオルさんの奮発して買った上等の茶の味に大絶賛です。お茶の味がわかるアラサール浪人。道場の経営はどうなってるのよ。ヤシコは猫舌なのかな。ヤシコ持ち方。ヤシコそうやって持つ方がむしろ熱くない。楽しかったことあったのかね。珍しくて楽しくて悪人を成敗した話。そんな全部の背の話があるのか。そんな都合のいい話があるわけ。師匠の話してくれ。導入いいね。みんなのリクエストに答えて話したのがゼロ幕の話なのね。総集編かと思ったら違うのか。初だー。てっきり今回は、斎藤はじめ登場直前記念、幕末の新選組の強さを語り倒して彼の登場を盛り上げますよスペシャル的な話だと思ったんだが、それだと旅じゃないよなー。大ゼロ幕は漫画一回読んだきりで内容かなり忘れてるからいつもより新鮮な気持ちで見れそう。読み切りエピソードの映像化は実写や芝居ではまず絶対に取り上げないし、今後の出版物のおまけ OVA の出る機会がもしあってもわざわざピックアップする必要性がないし、よくよく考えると今回がうってつけなのかもしれませんね。無惨様のこそこそ大正話。横浜、昔は田舎でした。危ねえ。ダイナミック邪魔だ時計。引いといてありがてえわ草。ただの人間だったら大怪我してた。よくはねえだろ。派手にやってるじゃん。やっちまってるだろ。車屋の団吉？車屋で団吉って。車団吉さん。みんな大好き配当令違反。酒場党派政府とかいう風潮。配当令は明治9年に行われている。怪しいって謙信が言うか。先生怪しい。見たことあるぞこいつ。これ数年前ジャンプ読み切りで載ってたな。読み切りのやつらしいが見てないから新鮮だ。喋り方も怪しい。この時代に似つかわしくない格好だなおい。怪しさマックスである。武装錬金税？横浜ってそうなの？剣心のボケにツッコミを入れてくれる親切なモブ。横浜に気遣ったセリフ。浜っ子の条件簡単だ。3日住んだら浜っ子なのか。この時代なら西洋のお医者さんの方が頼りになりそう。この話知らないかも。知らん、何この話。知らない話だと思ったら読み切りかなんかのやつなのか。剣心の反応が平凡で面白い。まだ国民皆保険のない時代。つまり、エルダー先生は聖変様。は？何言ってんの？土下動画。根崩れもダメだが、襲撃もダメだろ。考え方がヤバすぎるおじさん。そこへ立ちはだかるは、我らが剣心でござる。ぐへへ退治の時間。ギンギラギンにさりげなく。ドスは配当令違反じゃないらしい。ギンギラギンとか何年ぶりだろ聞いたの。ブーメラン。普通に悪人すぎる配当令こすられるのなんか逆に新鮮。金棒はオーケー。俺たちを踏み台にした。ワンナップ、まだ足りない。酒場とうぬくまでもない。あんな金棒フルスイングは行く。今のは当たったら死ぬだろ。用心棒じゃないんだけどな。二人は流浪に。横浜治安悪いな。剣心に喧嘩するとは命知らずな。むやみやたら抜刀しないところからも強さが伺える剣心さん。身のこなしや相手の攻撃を利用しての反撃がかっこよすぎる。なんか独特のノリの思い出でござるな。自然な流れで出会いと人助けと事件の予感 A パート。なんか知らん話始まったと思ったら短編集の話だったでござるか。見たことない話だと思ったら最近漫画出てたやつなんだ。B パート開始ですね。ホテル代まで出してくれるの親切すぎない？どんだけお金持ちなの？この医者。絶対なんか裏あるでしょ。払えない。絶対に払いたくないでござる。ポリ直行。無職の悲しさ。いや草。このギャグシーンはしっかり残すのか。今週オロノルマ回収多いな。偽外国人喋りが強すぎて声優が誰かわからん。ヌン活だ。アフタヌーンティーの習慣はもう入ってきていたのか。アフタヌーンティーも筋トレ気かとちょっと思った。また見るからにうさんくさいの出たわね。見るからに。三木慎一郎さんだ。
サムライソード。サムライソード。声と見た目がもう怪しい。三木慎一郎をそんな使い方する？三木慎の使い方よ。怪しん。マフィン、マフィン。カヌレだ、カヌレある。エゲレス風のティーパーティーでござる。剣心が良い椅子に座ってるの斬新だ。盛られてない？ワーオベリーデリシャース。剣心、初めてのマフィン。今一番ホットな菓子マフィン。紅茶は口に合わないのか。剣心ストレス溜まってるらしい。心の疲れ、心当たりしかねえな。メンタルヘルスもやってるのか。超活躍しました。その発想はなかった。むしろ敵側ですよ。惜しいな、その逆側なんだな。新選組とはやり合ってた。お前おもろいこと言うな。横浜のことを知れて嬉しい。ここ最近、雷獣太先生や津南といった幕末に取り残されたキャラが続いただけに、外国人居留地ができて文明がなだれ込む横浜を、ほんと、面白い街になったもんだよ、と明るく語る団吉さんは新鮮だな。え？負けたら車で引かれる？細けえことはいいんだよ。普通に楽しそうな企画旅になってきたな。なんて平和な世界なんだ。ずっと愛子。愚かカウントが増えていく。俺たちすっげえ気が合うじゃん、説明。愛子の確率どうなってんだよ。進まない。いや無理やて。やはり非力でしたか。まあそうなるよね。ヘボン塾？ヘボン式ローマ字のヘボンさん。なるほど、だからあそこ象の花パークなのか。象の花って、桟橋のところにあるあれか。剣心降りてんじゃねえか。誰も乗ってない。結果誰も乗らない。かわいいよ先生。虚弱体質のエルダー先生。ここら辺の時代を説明してくれるのすごい好き。視聴者側はいいけどこれカオルたちに口頭で説明してんのか。この横浜駅は現在の桜木町駅ですね。新橋横浜間で鉄道開通したんだよね。横浜の歴史を知った。もはやコナンのご当地コラボ会。なんか普通に名所案内してるな。楽しそう。お前も浜っ子にならないか？浜っ子と聞くたびにベイスターズが脳にちらつく。ルローにはやめてあんたも浜っ子になっちまわないか？ベイスターズ推し。浜っ子剣心。いい街だ。地元なのに知らないこといっぱいだった。エルダー先生、剣心をホテルに誘った。やったー、相部屋だー。ははは。んなわけあるか。エルダー先生、シークレットブーツ履いてた？上げ底ブーツで背をごまかしてたのか。日本語でオケ。日本なんだから日本語喋れ。やったぜ、美少女。凄まじい、エロシーン。はいはい、ラキスケラキスケ。カオル殿ともしていないようなラスケイ弁当。お前女だったのか、展開。ベタだな。西洋人やべえ。西洋人なんでもありかよ。それは無理があるぞ。何言ってんだ。流暢になったな。ゴリゴリの日本語。まあ治安の悪いところでの断層は、よくあるやつでは。時代的にも女性の意思は少ないし信用がな。ドクターめっちゃ可愛いじゃん。エルダー殿、作中で一番可愛いまである。エルダー先生、素顔といいごまかし方も可愛い。始末？そこまでやるの？顎ひげで人殺せそうな角度してんな。西洋には西洋で。その人最強クラスです。さっきの。来た。三木慎の人。こういう感じの役演じる三木慎一郎すこ。侍それは。西雲それは君が見た光。侍めっちゃ有名。明治レボリューション。明治レボリューション。明治レボリューションは笑うんよ。ルーゴは明治から存在していた。ルーゴが過ぎる。侍の評価高い。侍をなんだと思ってるんだ。アサシンタイバーサーカーか。知ってんじゃねえか。バレとるやないか。人斬り抜刀斎の異名まで把握済みだったのか。ソードマスター剣心。カラドボルグじゃん。ネジネジ剣使いづらくね。剣のその螺旋はどんなタクティカルアドバンテージが。ドリル？なんかドリルみたいなの出てきた。明治レボリューション。明治レボリューション、響きが面白い。ルーゴやめて。三木慎一郎さんのお声で刀ブレードとかバーサーカーとか面白すぎで腹が痛い。明治レボリューションじわじわ来てる、助けて。もしかして、面白いの部分ってこんなルーゴ話すやついたってオチで話すつもりじゃないだろうな、剣心。剣心ただ乗りしようとしてポリ直行寸前、ネタ多めの回だったな。明治レボリューションに存在証明。エルダーちゃん伊藤かなえさんなの。演技見聞きするのどちゃくそ久しぶり。かなえマジか。読み切りでたった1話だけのキャラだったエルダー先生は伊藤かなえさんでエスピラールは三木さんか。相変わらず豪華だね。
ミキさんのイケボで放たれるバーサーカー等の横文字が色気を持って面白い。贅沢だな最高。エルダー先生想像してた以上に可愛かった。総集編じゃなかったし続いたでござる。特筆版上巻の初版2012年、だと。ジャンプ2012年38号掲載らしい。感想書いてたわ。こういう時に全作品書いてたどこかのブログは強い。昔のジャンプアニメのアニオリ会みたいなエピソードだな、思ったら、実写映画合わせで書き下ろされた由緒正しい番外編だったのね。大ゼロ幕、どっかで読んだはずと思って調べたら特筆版の上巻に収録されてたのか。特筆版は上下巻持ってるけど、上巻自体だいぶ薄いのでここに読み切りが入ってるのを完全に忘れてた。今日の話アニオリじゃなくて実写版やった時に特別書き下ろしで発表されたエピソードだから知らない人も多いってことか。エルダーさんかわいすぎやろ。キネマ版の話は初アニメ化なので新鮮でござるな。今回も面白かった。次回も楽しみ。今回はここまでです。良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では次回もお楽しみに。